大阪タワー大阪タワーは、かつて、大阪府大阪市北区大淀南にあった、朝日放送、ABC、現、朝日放送グループホールディングスの電波塔。ラジオ、高石、テレビ、生駒山送信所への中継電波を送信していたほか、タクシーや新聞社などの電波中継地点となっていた。地上102メートルのところに2層の展望台があった。 1967年から1989年まで使用された ABC テレビのオープニング映像、通称未来都市バージョンで大阪タワーを中心とした未来都市を描いたイラストが使用されるなど、かつては ABC のシンボル的存在であった。1968年、当時の ABC 本社と共に第5回 b c s 賞を受賞した。大阪タワーの形状は、 上から見ると、正方形に交換を組み上げた構造で、寺院にある五重塔の構造理論を応用して建設したという、東京タワーのような裾広がりのテレビ塔ではなく、ロケット発射台のような真四角のタワーンになったのは、幼稚難のためである、後日、当時開発されたばかりの超張力の特殊鉱材を使用し、基礎杭いを天魔層まで打ち込んで建設された。また、 このタワーと、生駒山の山頂にある、ABC テレビの送信アンテナとの揺れを同調させるために、ジロベイ工法を採用、風洞実験を重ねて、風速90メートルにも耐える合成を実現した。なお、タワーの塗装は、展望台より、下白、上のアンテナ部分は赤と白に塗られていた。走行費は4億円、1966年に、 ABC の旧社屋と、ほぼ同時期に完成。タワーの名称は、一般公募、応募総数約3万通の中から、大阪タワーに決定。ラジオとテレビの送信、中継アンテナやタクシーの無線用アンテナ、また、大阪府の郊外汚染濃度測定器なども設置された。地上102メートルに位置する展望台は2階建て、大阪のシンボルである。 通天閣より9メートル高く、先に開業した名古屋タワー同様、三菱製29人乗り手動扉のエレベーター1機で270人の観光収容できた。タワー開業と同時に ABC は関連企業として大阪タワー株式会社を発足。大阪の新名所として1日に4000人の来場者が訪れたが、当時問題であった大気汚染の影響で、 展望台からの視界が悪くなったことや、隣接用地に、同じく関連企業の高層建造物、ホテルプラザが開業したこともあり、次第に観光客が減少してきた。大阪タワーが、再び注目を浴びたのは1979年。展望台の2階に、スカイスタジオが設置され、放送が開始されたばかりの朝の情報テレビ番組、おはよう朝日ですが使用した。 出演者の背景には淀川など北西方面の実際の空が映し出され、朝の風景は天気はもちろん眼下に見える阪神高速道路池田線の渋滞や鉄道の動きなどが明確に把握できたほか、時には生放送中に火災などが目撃されることもあり、全く新しい形のスタジオとして評判を集めた。当時の番組タイトルには大阪タワーのイラストが描かれていたほか、 同番組の主題歌、明日の空、歌、紙風船のレコードジャケットには展望台から撮影された生駒山上に昇る日の出の写真が使われた。早朝のテレビ番組、おはよう録でも使用されたことで、一時は朝の時間帯のおよそ2時間半の情報番組がこのスカイスタジオから生放送されていた。スカイスタジオは、 おはよう朝日ですが1994年9月まで使用した後、おはようコール ABC のスタジオとなる。また、1989年から2年間は、ABC ラジオの午後のワイド番組、パノラマ大放送を使われたほか、ABC 系列の CS テレビ局スカイ A、現、スカイ A の番組でも使われた。おはよう朝日ですの開始以前にも、大阪タワーがテレビに登場している。 1967年7月放送の TBS 化のグランプリでは歌手のフランク長江が出演し展望台から大阪ロマンを熱唱する模様が全国に向けて中継放送された当時大阪タワーの外壁文字が縦に書かれていた。また同年には特撮テレビドラマウルトラマンの第26話、第27話怪獣殿下前編。 後編に大阪タワーが登場し、怪獣、ゴモラを監視する対策本部が設置されたという設定で展望台を用いる毛が行われ、当時の雰囲気が伺える映像資料としての側面も持っていた。テレビスタジオとして名を馳せた大阪タワーだが、そのまま一般観光客の入場に対応していた。営業時間は午前10時午後6時。 開業当時の営業時間は午前9時午後9時。また、かつては元旦に、初日の出営業も行われていた。天望台1階部分は営業終了まで全面、開放された。ここには、送信機などが設置されたほか、スカイスタジオのラジオ放送ブースが設置される1989年秋までは2階部分も、南東部のみ開放されていた。なお、 スタジオとの間の部分はガラスで仕切られ、スタジオ部分に入ることはできなかった。エレベーターは手動扉で利用者がある場合には、受付係員、中高年の男性が自ら操作して利用者を展望台に案内し、降りる際には展望台のエレベーター前にあるインターホンを押して、地上に仕立ている係員を呼び出すという方式であった。 エレベーター乗り場の横には喫茶室、この他タワーアトーヤには ABC の関連施設の事務所があった。なお、スカイスタジオの映像や音声をコントロールする副調整室は隣接する ABC 本社の中に設置されいた。このほか、ABC の施設ということで1987年頃まではチケット売り場で ABC の番組記念品を販売しており人気番組 新婚さんいらっしゃい。おはようパーソナリティ道上洋みです。ABC アンリクエストなどのノベルティグッズを扱っていた。また、開業当初は大阪タワーのミニチュアの置物や絵はがき、記念刻印メダルなど独自商品も販売していた。利用者に渡される入場券やリーフレットも地図部分や展望に関する内容が開業当時やその直後のまま。 広告は差し替えられているで、地図には1990年代に入っても大阪万博会場が書かれてたり、和歌山駅も旧駅名の東和歌山と表記されていた。また、スカイスタジオから放送されている番組の紹介も記されていたが、これも放送時間や出演者が変更されないまま配布されており、古さが目立った。開業当時の入場料は大人120円。 子供60円。営業終了時の入場料も大人300円と安く、大阪北の風景を眺めるのにも適していた。しかし後年は、近くに新梅田シティ、また、大阪駅周辺や中野島方面にも、大阪タワーより高い高層ビルが完成したため、展望台としての相対的価値は失われていた。もっとも、新梅田シティ完成前から利用者は過小であった。 一般営業を終了する2年前の1996年のタワー入場客は1日数人単位。1年間でも約1800人にとどまり、5年前1991年の半分以下と落ち込んでいた。この当時の東京タワーの入場客数は年間300万人、通天閣は40万人台と大きく水をあけられていた。前述した通り、 大阪タワーは入場者が年々減少してきたことに加えて1994年12月の日本テレビでの郵便爆弾事件などのアクシデントから放送局への部外者の立ち入り規制が一段と強化されたことをい打ちをかけたそのため大阪タワーの一般客解放は1997年9月で終了その後展望台部分には ABC ロゴのネオンサイン表示を設置した。また、1999年3月には、会社組織としての大阪タワー株式会社も解散されている。テレビのスカイスタジオは1997年まで運用され、その後は1998年から2004年までは、総務省の外郭団体通信、放送機構、a オが使用し、通信放送融合テストベッド事業の一環で、 デジタル化時代に向けた放送と通信の融合を見据えた番組制作の実験施設として使われた。2008年に ABC が大阪市福島区の新社屋に移転し、電波塔としての機能を終了。終了後は同じく閉鎖されているホテルプラザと共に解体され、跡地は商業施設か住宅施設になる方針である。なお、現社屋に移転してからは、 本社の屋上に設置されている鉄塔から番組の送信を行っている。解体工事は2009年9月7日から竹中工務店により行われた。この工事では鉄塔を下部から解体する工法、竹中グリップダウン工法と呼ばれる。通称ダルマ落とし工法を国内で初めて採用した。この解体工事は2010年初めまで行われた。 ABC の旧社屋と同時に完成した大阪タワーだったが、当初の予定では、テレビの送信塔は社屋ビルの屋上に突き出たものが考えられており、基本構想もそのようなものが発表されていた。しかし、同局の技術部門は、将来の大阪市内のビル構想化を考えると、少なくとも110メートル以上の高さのテレビ塔が必要であると力説。さらに、 局員の中では、通天閣をしのぐ大阪の新名所を作るべきだとの意見もあった。それらを受けて、本社屋の設計を変更することになったが、社屋ビルの上にそれだけの高さのテレビ塔を建設することが不可能と判明した。このため社屋の南側に大阪タワーを建設することになった。こうした問題からも、用地確保は難しく、新資格型のタワーとなった。 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災。発生時刻の午前5時46分は当時スカイスタジオから放送していた情報番組おはよう天気ですの生放送開始直後であった。しかしこの時期大阪タワーはエレベーターの更新、改修工事の期間だったことでスカイスタジオも使えなかったため同番組も 本社の A スタジオから放送していた。このため、地上102メートルの展望台で生放送の番組が巨大地震に遭遇するという最悪の事態は回避することができた。1991年、ABC は社屋用地の再開発試案を発表した。その際に、用地の北側にある公園、通称 ABC 公園部分に22階建て規模の 本社機能のある社屋を建設するほか、公園などの施設を整備。さらに大阪タワーを取り壊し、跡地に15階建て前後のビルを建設。多目的ホールやアスレチックジム、美術館などが入居した文化ゾーンにするといった構想であった。これらは1995年をめどに着工し、第1期は1997年、第2期は1998年。 そして第3期は2000年に完成させる予定だったが、資金問題、ホテルプラザの閉鎖なども関係したやデジタル放送の準備度もあり、新社屋の計画は白紙となる。2004年に改めて大阪市福島区福島一丁目の大阪大学医学部附属病院跡地に完成する再開発計画地域、後の蛍町に移転する計画が発表された。 新社屋からの放送は2008年6月23日に始まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。